皆さんこんにちは、ペーストでございます。横綱物語続きやってみます。やっていきましょうね、初場所の後半戦ですね。おお、まだ七条さんを下と当たる組み合わせがラッキーとしか言いようがないね。さあ、五条さんは高山とさんね、ここは、仕留めといてほしいところ。さあ、八条さんもちょっと負け先行中ですね。で、両替さんは秀港さん、ここは勝っときたい。六条さんは瀬戸錦さん、花山さん、若尾馬さんね。で、まんじゅうさんが、結構関脇と当たりますね、みんなね。塩こじさん負け越しかかってるんですね。今日は相手が悪い。6勝2敗の高輪さん。残った。一気に追い込まれた。そしてなすすべありませんでした。ここで負け越し確定、1勝ですね現在。さあ、3勝5敗同士は八条さんと諸瀬戸さんですね。両替さんは秀港さん、お相手は3勝5敗。3勝5敗多いね。星中さんも 3勝5敗ですね。今日は七条さんのお相手で、花嫁さんは若葉さんは逆に好調、7勝1敗。万事さん6勝2敗の多賀錦さんとの一番。残った。差し替わんない。ああ、巻き返した。ああ、また巻き返される。そのまま続かない。下手出し投げはこらえた。さあ、ここから寄る。まだ上手投げは発動しない。じわじわ追い込んでいく。上手投げ決まりました。9連勝。万事さん絶好調。五条さんは高山さん、お相手は5勝3敗。おお、瞬殺当たり込みはこらえた。怒りの突き2発、そして追い込む。そのまま、粘ったけど突き出し。五条さん勝ちました。高山さんこれで5勝4敗。六条さんは瀬戸錦さん、お相手は3勝5敗。瀬戸錦さんこれ敗れると6敗目になるから、かなりねピンチになりますね。残った。さあ追い込んだ。そしてそのまま下手出し投げ。六条さんも9連勝で、花嫁さんもちろん9連勝で、七条さんも9連勝ですね。両替さんも勝ってるね。お、八条さんまた桁打った。で、塩小路さんは残念ながら負け越しと。さあ、9連勝は、テルミヤマさんが勝ち越してる。上位でもう6人でね、争ってますね。それを追っかけるのがテルミヤマさんの8勝1敗。両替さんは勝ち先行5勝4敗という状態ですね。では、10日目参りましょう。あ、七条さんがここで六条さんとの全勝対決。五条さんは、ナルトナミさんか。さんもね、上がるの早かったけどね。で、八条さんは無限海さんと、両替さんは若しぐれさんか。で、これは同門対決ですね。で、花山さんはまんじゅうじさんと同門対決。こちらも全勝同士の一番。十条さん全敗か。はい、塩小路さんは2勝7敗の綾乃国さんと。で、八条さんは無限海さんと4勝5敗同士での対決。両替さんは若しぐれさん、お相手は3勝6敗。全勝同士の同門対決、大関のまんじゅいさんと小結びの花山さん。さあ、花山さんは上を狙えるためにはここは絶対負けられない。さあ、差し替わって真ん中戻す。さあ、もう一度差し替える。そしてもろ差し。花山さんが一歩リード。はたいた。花山さんが全勝同士の一番仕留めましたね。さあ、五条さんは4勝5敗の鳴門奈美さんと。鳴門奈美さんもここ敗れると6敗目ピンチになってきますね。残った。
小手投げが怖いね、ナルトバネさんは。確か小手投げでしたよね。まあ間違えたら横綱上がる可能性のある人ですからね。お嬢さんががっつり寄っていく。じわじわ追い込むけど、ナルト並さんさすが粘る。ケタグリー決めた。五条さん10連勝。そしてこちらも全勝同士の一番、六条さんと七条さん同門対決。さあ仕掛けていきたい七条さん、先に入った。押し六条さんたまらず突き返す。七条さんまた押す。六条さんも押す。押し合いになった。今度は六条さんが2つ、七条さんまた押し返す。押し合いが続きます。六条さんの突きでまた七条さんの押し。真ん中での攻防が、おお七条さんがまたリード。2つ入った。七条さんが土俵際へ追い込もうとするけど、六条さん耐える。七条さん追い込んだ。押し出し、七条さん勝ちました。八重野美さんが百鬼丸さんに敗れた。で関脇陣が結構勝手な仕立てやって、で両替さんは釣り出しと。で八条さんは無限界さんに、あ寄り切られたね。で翔子さんは相変わらずの負けと。さあ十日目終了しました。両正横綱が敗れて9勝1敗で、万次さんも全勝同士の一番敗れましたんで9勝1敗で、五条さん、花山さん、七条さんが10連勝、両替さんは勝ち先行になりました。6勝4敗瀬戸錦さん、鳴門奈美さんはなんとか6敗で、しのいでる状態ですね。鳴門奈美さんは6敗になってる なりましたからね。で十両は、八条さん4勝6敗、十両のトップは8勝2敗で3人という状態ですね。翔子さんは1勝9敗ですね。では11日目、七条さんと万十二さん、翔子さんは比叡さんと、五条さんと花江町さんの全勝同士の一番、八条さんは今日は校長の大日向さんと、両替さんは影郎さん、六条さん、百鬼丸さんね、昨日八重の実さんを破った。さあ同門対決どうなるか、万次さんと七条さんですね。さあ同門対決が2つまた今日も発生してますね。1勝9敗同士、塩小路さんと比叡さん。こちらは八条さんですね、8勝2敗の大日向さんと、両替さんは影郎さん、お相手は4勝6敗同門対決、9勝1敗の万次さんと全勝中の七条さん。さあ七条さんの勢いがすごい、あのパラで逆によく勝てるよねっていう感じ。さあここは万次さんがじわじわ追い込もうとする。七条さんを押し返って2つ、また万次さんの突き。七条さんの押しが冴える。わー、また真ん中戻す。今度は七条さんが逆にリード。万次さん戻した。優勢は万次さん。さあ追い込んだ、追い込んだな万次さん。七条さん押し返すけど、また万次さんが押す。なかなか決めれない万次さん、七条さん寄って返した。そして押してまた真ん中戻す。今度は万次さん連発だ。七条さんの粘りがすごい。また真ん中戻した。
さあ、まんじいさんまた追い込んで、今度は突き出した。勝ったのはまんじいさん。これで七条さんも1敗。さあ、全勝同士の同門対決、五条さんと花山地さん。さあ、両方ともね、優勝したい2人ですよね。さあ、ここは花山地さんが一気に寄っていく。追い込んだのは花山地さん、動かない。さあ、五条さんの押しがようやく入った。再び花山地さんが釣って追い込む。五条さんまた押し返す。2つ返した。花山地さんのもろ差し、もう1個入るか。ここへ止まった。五条さんの突き、2つ返して真ん中に戻す。今度は五条さんのプッシュが3つ入った。勢いよ五条さん。さあ、追い込んだ五条さん、はたき込み、花山地さん逆転勝ち。六条さんは小結百鬼丸さん、お相手は8勝2敗絶好調。八重の実さんも破りました。すくった六条さん瞬殺。ということで、全勝は花山さん1人になったんか、これで。両替さんもきっちり勝ってる。八条さんやっぱり大日向さんだと辛い。で、比叡さんは相変わらずの負けと。ということで、全勝は花山さん1人になりましたね。瀬戸錦さんと鳴門奈美さんが7敗になりました。ということで、テルミヤムさんも3敗目か。12日目いきましょう。さあ、七条さんと五条さんですね。1敗同士か。五条さんは昨日追い込んでからの負けでしたね。六条さんは小結の高野奈美さん、さあ仕留めて、ああ花山さんが八重奈美さんとだ。で、万十字さんが百鬼丸さん。さあ、1敗で並ぶか、花山さんがリードオーバーかですね。塩小路さんは8勝3敗の西大宇さんと。八十さん負け越しかかってるんですね。6勝5敗の門松さんとの一番。さあ、先手こそ取りましたけど、ここでまた門松さんが一気に寄ってくる。2丁投げはこらえた。門松さんが寄る。ターンはずっと門松さん。また聞き込みは不発。門松さんが追い込んで、もろ差しより。八条さん敗れました。負け越してしまいましたね。4勝8敗か。さあ、七条さんは逆にここで盛り返してきました。勝ち越しがかかっております。しかし、今日は好調の若尾さん、お相手は8勝3敗。さあ、なかなかね、七条さんは技がないからね、ブルドーザー的にいかないから辛いですよね。さあ、両替さんが寄る。もう一度真ん中戻す。さあ、逆転。寄りが入る。差し替わって、また追い込めるか。追い込んだ。また差し替わる。若葉さん粘る。もう一度追い込む。そして、そのまま寄り切り。両替さん勝ち越し、これで8勝4敗。万十字さんは百鬼丸さん、お相手は8勝3敗。さあ、ここは負けれないですね。優勝争いに残るためには。はたき込みは不発。さあ、追い込んだ万十字さん。百鬼丸さん2つ返して、もう一度マジさんが追い込みたいところ、ついて追い込む。そのままいかない。差し替わる。かわせるか。押せない。押せない。ついた。マンジーさん勝ちました。なんとか1敗をキープ。
さあこちらは10勝1敗同士ですね。五条さんと七条さん。さあここは五条さんが一方的について追い込んで、そのまま突き出し、力の差を見せつけました。横綱の勝ち。花山さんは10勝1敗、横綱の八重の海さんとの一番。釣れない。さあ、ついた。まず花山さんが継ぐ。八重の海さんが覆いかぶさってくる。もう一度突く。押す。さあ、追い込む一歩手前。張り手から八重の海さんがまた寄ってくる。もう一度張り手、差し替わんない、もう一回張り手、そして、ああ釣り出しは釣れない。さあ花山さん突き、そして押して追い込んで差し替わった、釣り出せは失敗。八重海さん粘る、二つ返してきた、三つ返してきた。さあ真ん中戻してしまった。もう一度花山さんチャージ。八重の海さんが今度は寄ってきた。花山さん叩き込み仕掛けるのか。おお、下手投げかな今のは。さあもろ差し寄りで釣って追い込んだ。さあここで土俵際押し出し、なんとか勝ちました。六条さん、さあ鳴門波さんに引導を渡せるか。ナルトナミさんも重量の最高、もうほぼ下からね這い上がってきましたけど、ここはナルトナミさん負け越し。さあ花山さん、これで一気に優勝争い優勢に立ちました。あ、高山さんがテルミヤマさんに負けてるね。八条さんがね、負け越しちゃいましたね。塩越さんは相変わらずの一勝止まりか。ということで12日目終了。11勝1敗6条さん、5条さん、万寿里さん、花山さんが12連勝、七条さんも2桁いってますね、10勝2敗、両替さん8勝4敗、八条さん4勝8敗で負け越しちゃいましたね。で、翔子さんは1勝11敗、十両のトップは10勝2敗で高輪さんと大日向さんという状態ですね。では13日目いきましょう。七条さんは鳴門波さん、あ塩越さん今日も相手悪いな。さあ五条さんは百鬼丸さん、まだね、諦めてはいけないですね。花嫁さんがまだ誰と当たってないんだ。ああそうだ、六条さんと当たってなかったね。これでまだ分かんない。六条さんが勝てば一気に並ぶ。で万寿司さんは八重の海さん、まだやれるかですね。翔子さんは10勝2敗の大日向さんと、八条さんは東崎森さん、あ東崎森さんがここに下がってきたんか、6勝6敗でしたね。で両替さんは玉隼人さん、割田3勝9敗で、七条さんが小結びの鳴門波さん、鳴門波さんはもう負け越してしまってます、4勝8敗。さあ今の七条さんならまだ勝てるか。叩き込みは不発、しかし追い込む、押し出し、ほぼ七条さんのペース、11勝目。五条さんは百鬼丸さん、相手は8勝4敗、百鬼丸さんは逆に、ね、8勝4敗でも勝ち越しちゃってますけどね。さあ五条さんが寄っていく、ケタグリいっぱいをキープ。万寿司さんは10勝2敗の横綱八重の海さんと、まんじさんも劣化前のね最後の輝きにならなければいいんですけど。まあまあまあ2桁勝ってるだけでもね全然十分なんですけどね。さあ追い込んだな八重の海さん、万寿さん粘る、
ここで下手投げ、いや榎並さん強い。で六条さんが花山さんを止めれるかどうか。六条さんが11勝1敗、花山さんが12連勝中。さあ先手は六条さん。花山さんがここで寄り通してリード。しかし六条さんまた真ん中戻した。今度は花山さんがチャージ、寄り通し2つ。もう一回押す。そして追い込んだのは花山さん。はたき込み不発、借り手2発3発そのまま押し出し、花山さん勝ちました。これで優勝を大きく手繰り寄せましたね。七条さん両替さんもきっちり勝ってる。あ、瀬戸錦さんが負けたね。これで負け越しか。八条さんは東崎森さんの取ったりか。13日目終了しました。トップは花山さん変わらず、それを12勝1敗の五条さんが追いかける状態ですね。で3番手チームが11勝2敗で4人という状態。両替さんは9勝4敗、プレミアムさんが2桁いってる。で重量は八条さん、あ、これは2桁負けあるかもしれない。で塩小路さんは1勝12敗という状態ですね。では14日目参りましょう。七条さんと花山さん、あ、これはどうやろうね。七条さん波乱を招くか。で五条さんが AI のみさん、これ負けると七条さんが非常に有利になるね。あ、七条さんじゃない、花山さんが非常に有利になりますね。さあ六条さんと万寿寺さん2敗同士でしたっけね。で同門対決があって、これも同門対決ね、2敗同士の。塩小路さんは無限回さん、お相手は7勝6敗ですね。八条さんは肥後嵐さん、お相手は3勝10敗。肥後嵐さんも2桁負けしてんのか今のところ。両替さんは遊郭さん、お相手は5勝8敗。パー勝っときたいね。で、花嫁さん13連勝中、七条さん11勝2敗の同門対決。アクティブなのは七条さん。花嫁さん、ここから突きが入る。しかしまだ戻せない。もう一回七条さんが押す。アクティブに動くのは七条さん。さあ続いて真ん中戻した。さあ花山さんが入れば逆転する。入った、逆転。おお、七条さん頑張るな、すごいな。わざ使うのこれやからね、すごいよね。取ったりとかもっとはずやねんけどね、全く使う様子見せないね。ほぼほぼはたき込みか、決まり手がね。さあ七条さんまた頑張る。波乱を起こすか。長期戦はね、避けたい七条さん。さあ花山さんまた真ん中戻して、押し合いが続くけど、また七条さんがチャージ。花山さん押し返す。おお、花山さん頑張る。あ、花山さん頑張れ。さあここでまた七条さんがリード。おお、すごいね。あ、叩き込み、ここで決まった。花山さん全勝が途絶えた。で、五条さんは勝たないと厳しくなりました。八重野さんとの一番、お相手は11勝2敗。さあもうチャージ、五条さん一気に追い込んだ。八重野さんの起死回生の下手投げは不発。五条さん差し替わって突き出し、いっぱいを守った。
六条さんとまんじいさんは11勝2敗同士の同門対決。五条さんも調子良ければね、いや、えのみさんもね、スカッとする勝ち方してくれるんですけどね。あれ、そういえば我が部屋青回し3人もいるじゃんね、今気上位陣で。十条さんピンクにするの忘れてたし、あれ紫なんかな、ピンクなんかな、ピンクやと思うんですけどね。さあ六条さんがここで再び、まんじさん粘るね、さすが。来場所からここまで粘れなくなるんでしょうからね、ダウン特に判断力落ちればね。突き落としもこらえる。マジさんが粘る。お、今度はマンジさんがリード。あ、すごい一番だこれ。六条さん2つ入る。万事さんなんとか1個返す。もう1回六条さんチャージ。追い込んだのは六条さん。万事さん粘る。さあ先に土俵際に追いやったのは六条さんから。そしてもう1回で相馬突き倒し。六条さん粘り勝ち。五条さんが、勝ったんで、これで1敗で並びましたね。で、七条さんが、花山さんも破ると。で、両替さんも勝った。で、八条さん、青を救ったんか。で、塩越さんは破れて。14日目終了しました。六条さんが12勝2敗。五条さん13勝1敗。まんじさん11勝3敗。花山さんも13勝1敗。以上さん12勝2敗、両替さん10勝4敗、2桁いったね。で、三役負け越しは瀬戸錦さんとナルトナミさんか。重量は八条さんは5勝9敗、現在トップは大日向さん12勝2敗ですね。塩越さんは1勝13敗。では、千秋楽参りましょう。千秋楽七条さんは百鬼丸さんと、これ直接対決はな、あ、まあ、やったんでしたよね、五条さんは、やったと思う。で、花嫁さんが勝ったんだな。もうそこすら覚えてないと。六条さんと八重海さんはね、結びの一番。花嫁さんは鳴戸奈美さん。これは勝ちそうやな。で、五条さんと万事さんもね、五条さん勝ちそうなんで、優勝決定戦になる可能性が高いですね。塩越さんは9勝5敗の雷光さん、八条さんは湊川さん、お相手は10勝4敗。湊川さんは再び幕内上がりそうですね。両替さんは青龍山さん、下がって11勝で終わりたいところ。七条さんは小結び百鬼丸さん、勝てば13勝2敗で終了ですね。粘っこいよね。追い込んだ。そして桁繰り。七条さん13勝2敗で終了。花山さんは鳴戸奈美さん、お相手は5勝9敗。さあ鳴戸奈美さん使用発動したしなければね、10敗になったら大きくこね、番付下がるはずですね。上手投げ。花山地さんまず勝ちました。14勝1敗でね、五条さんの結果待ちになります。その五条さんは万寿さんとの同門対決。万寿さんは現在11勝3敗。
さあ、まんじさんが勝てば花山さんの優勝。おお、ここはまんじさんが一気にいく、一気にいく。叩き込みは不発。まんで五条さん寄り返す。今場所のまんじさんは結構やるね。さあ、もう一回まんじさんプッシュ。もう一度追い込めるか。追い込んだ。そして差し替わるので磯間はまんじさんターン。突き出しました。五条さん敗れました。これで花山さん優勝決定。結びの一番、六条さんは八重波さん、八重波さんは11勝3敗。突き落としはこらえた。さあ、まずは六条さんが懐に入り込んで、突きとよりまんじさん、まんじさんじゃない、八重波さんを覆いかぶさってくる。さあ、もう一度中に入りたい。八重波さんが寄る。じわじわ寄ってくる。下手出し投げかな、不発。六条さん追い込まれた。そして寄り倒し、力負けということで、六条さんも、六条さんは12勝3敗か。花山さんが見事な上手投げでしたね。七条さんも頑張ったね。八条さん10敗か。ということで、初場所終わりました。六条さん12勝3敗、五条さん13勝2敗、まんじさん12勝3敗、花嫁さん14勝1敗、七条さん13勝1敗、両替さん11勝4敗。で、十両は八条さん5勝10敗で、結局12勝3敗で高輪さんと大日向さん並んで十両優勝、塩越さんは1勝14敗という結果でした。優勝花山さん、技能賞照宮さん、出荷とも花山さんというね、3勝でした。花山さん2回目か。で、誰辞める。瀬戸錦さん辞めるの。そうですか。お疲れ様でした。三役が辞めた。負け越したからね。番付変動あんのかな。はい、まずは親方能力。9の4の7の10。部屋記録いきましょう。小結びのまんまや。ということは、塩発動か、これは。花山さんでいきましょう。2回目の優勝ですね。ただ、番付は変わってないと見た。五条さんの方がね、上回ってるはずだから正横綱に上がらないといけないんですけども、関脇が1個不在になった状態下で、七条さんも小結び上がれずですね。もう間違いなく使用発動ですね。八条さん結構下げましたね。翔子さん幕下のまんまかそういうことやね。違う、塩越さんは怒ったんだ。で、九条さんが、そうか、勝ち越したけど、もう一回幕下があるのか。なるほどね。はい、では、次回はまた3月場所、春場所になりますね。お楽しみにしておいてください。では、ご視聴ありがとうございました。それでは、さよなら。